コードの交換をしていきます。このコードがちょっと切れている箇所が数箇所ありまして、もう徐々に切れていく恐れがありますので、もう新しいコードに交換していきます。新しいコードに貼り替えました。アクションにバーをつけました。こんな風に動きます。キーセンサーをつけていきます。天板の下にこういうセンサー1つずつ、1つの鍵盤で1つの音が出るセンサーになります。ショーンユニットの方、順調に取り付けの方進んでおります。これがね、キーセンサーの方ですね。ペダルの方のセンサーもついております。それからこの部分がね、鍵盤じゃなくてハンマーのをストップするバーのとこですね。あとはね、微調整の方が必要になってきますので、頑張っていきたいと思います。